こんにちは、ネストスペースのコウです。今日は種から育てた赤じそがたくさん育ったので、以前にもビデオで紹介したんですけれども、赤じそのシロップを作りたいと思います。では行きましょう。たくさん収穫できたので、これでシロップを作っていきたいと思います。ちょっと一度に全部使えるかどうかわからないんですけれども、じゃあ調理していきましょう。まずは赤しその茎を取り除いて葉だけにします。この時手にしその色素が付着して取りにくくなる場合があるので、気になる方は手袋などをして作業してください。シソの葉は細かい汚れや土などが付着しているので、優しく揉み洗いを2、3回ほど行ってください。洗い終わった後はキッチンペーパーで優しく拭き取るか、サラダスピナーなどで十分に水気を切ってください。分量の水を鍋に入れて沸騰するまで待ちます。沸騰したらシソの葉を入れていきます。最初はシソの葉が多くて溢れそうになりますが、少しずつトングやお箸などでかき混ぜたり、ひっくり返しながら入れると大丈夫です。茹で終えたらザルやキッチンペーパーなどで赤シソの煮汁をこしてください。まだ葉にも煮汁がたくさん含まれているので、よく絞り取ってください。こし終えたら煮汁をまた鍋に戻します。砂糖を加えてから火をかけて一煮立ちさせます。一煮立ちしたら火を消してからクエン酸を入れてよくかき混ぜます。クエン酸を入れると鮮やかな綺麗な赤色に変化していきます。この瞬間が一番好きです。出来上がったら煮沸消毒などを行った綺麗な瓶などに入れて保存してください。密閉して冷蔵庫で保存すれば半年は保存可能です。炭酸水や水で4倍から5倍ほど希釈して召し上がってください。ヨーグルトやかき氷のシロップなどにもぜひ利用してみてください。では作りたてのシソシロップのジュースをいただきたいと思います。美味しいです。今回のシソシロップを作るポイントとして一つ目に挙げれるのが、クエン酸を使用したということです。クエン酸は例えば他にお酢とか、あとレモン果汁とか、そういったフルーツの酸味などを利用して作ることもできるんですけれど、例えばお酢だったりするとちょっと独特な酸味というか、お酢の個人的にはあまりそれが好みではなくて、あとフルーツの例えばレモン果汁だったりするとシロップの日持ちが少し短めになります。それをクエン酸を使用することによって日持ちがより長くなるということと、あと酸味がとてもすっきりとしてお店でいただくようなシソシロップのジュースの味になります。あともう一つ気をつけていただきたいポイントは、今回、僕はやらかしてしまったんですけれど、こういった白い服を着て作ってしまうと、もし、シソの赤い汁が飛んでしまった時にシミになってなかなか取りにくくなってしまうので、エプロンをつけていただくとか、そういった風に気をつけていただいて作っていただけると、いいと思います。
何かご質問やご感想、そしてリクエストなどがございましたら、コメントの方にじゃんじゃん書き込みしてください。皆さんのコメントが励みになります。そしてもしチャンネルも気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。